暮れになった、11月の、22日、おみすり精米を終えた小さな自然の様子です。つわぶきの花、このところに満開ですね。真っ盛り。今年ちょっとこの水仙、株が大きくなりすぎたので、植え直しをしました。桜も色づいています。しょうがないけど寂しいんですが、これも秋の彩りでしょう。花粉もこの通り、収穫したいと紅葉しています。はい、田んぼの様子、真ん中のあれの、クモモも今日は収穫しました。1.5 キロこのクモモの収穫は、これも新記録。それから、もみすり精米した白米になったもち米、これは 13.5 キロ、これも今までにない新記録でした。この通り秋晴れの、小さな自然、の様子、今年は、何もかも豊作で、終わりそうです。